皆さんこんにちは、自然写真家の高橋亮です。普段は、北海道の生き物を中心に自然写真を撮影しております。僕の実績とかはホームページとかを見ていただければありがたいです。インスタグラムもやっておりますので、インスタグラム見ていただけたら嬉しいですね。というわけで、今回はですね、 OM1 を OM システムさんからお借りして撮影した感想というものをですね、ちょっとお話ししてい、きたいんですけども、結論から言いますと、すげえ良かったです。すげえ良かったです。いいところ悪いところ、まずいいところから言っていきたいなと思います。いや、ダメか、悪いところから言った方がいいのかな。悪いところからいきますね。やっぱり悪いところから、ちょっと悪いところから行かせてください。なんかいいところで終わった方が気持ちよくないですか。なのでいいところは最後にします。で、悪いところちょっといきます。悪いところはですね、被写体認識ですね。被写体認識の、いや、被写体認識めっちゃいいんですよ。めっちゃいいんですけど、被写体認識の切り替えがめんどくさいんですよ。例えば鳥を撮ってる時に別の生き物が来た時、例えばそうですね、動物が来た時、そういう時に自動的にこう切り替わるんだったらいいんですけど、切り替わんないんですよね。で、ずっと鳥の認識のまんまでやるじゃないですか。で、鳥の認識のまんま動物を撮影してると、たまにこうピントがね、こう暴れたりするんですね。それが気になるところですね。ずっと僕は鳥を撮ってるわけではないので、突然動物できたら困るんですよ。で、それはどうにか自分で調節すればいいじゃんって僕も思うんですけど、なんだろうな、動物を撮ってて、例えばね、メニューボタンを開くのも結構大変なので、せめて被写体認識のメニューみたいなのはすぐに取り出せるっていうか、こうすぐに切り替えられるようなところにこうボタンがあったりしたらありがたいのかなって思ったんですよね。欲を言えばね、欲を言えば。それ以外は、大体のことはね、多分、これちょっと今 EM1 Mark II なんですけど、大体のことはこの C1、C2、C3 っていうなんかプリセットのね、問題でどうにかなると思うんですよ。だから、例えば鳥を見てる時に動物が現れたって時は例えば C1 に動物の設定があって C2 に鳥の設定をやっておけばいいわけで、それを切り替えればいいだけの話なので、そんなにちょっと手間ではあるけど、そんなに難しいことではないのかなと思いますね。で、 C3 にね、深度合成を入れたりとかね、そういうのはいいんじゃないかなって思います。なんだかんだで僕このプリセットをあまり使うことはないんですけど、でも今回初めて必要だなって思いました。っていうのは、その AF 被写体認識を一度設定したらずっとその設定が反映され続けてしまうからなんですよね。細かな切り替えができないから、大変だなって思いました。その話はね、似たようなことはジェット大輔さんも確か言っていたような気がするので、ジェット大輔さんの話を、動画を 見たら分かるかも。もうちょっとこう僕よりも詳しく解説してくださってるので分かるかもしれません。で、あとはですね、正直一つありました。でもそれは僕のミスです。星空 AF ですね。星空 AF を初めて使ってみたんですよ。星空 AF すごい便利だなと思って、現場でこう星空 AF 使うじゃないですか。
で、なんか半押ししてもなんか使ってんのか使ってないんだか分かんなかったんですね。ホストライフ使われてんのかなみたいな。でまあいいやと思って30分録音して、比較名合成だったかな、星空を撮影した後にまあデータを確認すると星にピントが合ってないわけですよ。でどうしたもんかと思って、まあその時はちょっと森の中にいたんで、後で帰ってちょっとネットで確認してみたら、星空 AF だけ AF オンボタンでピントを調整するみたいなことを書いてて、それ なんでそこだ、なんそれだけそのボタンで調整するのみたいなのがちょっとありましたね。それがあの設定を確認してなかったから、その説明書を見てなかったからなんですけど、あの説明書をちゃんと見ようなっていう話ですね。はい、いいところ、ついにいいところですよ。いいところはですね、もう AF の速度がめちゃくちゃ速くなりました。で AF のこう点もね、とにかく多くなって、あの細かいところに設定できるようになったし、僕 EM1 マーク2使ってるんですけど、 EM1 マーク2には AF をさ、ずらすところがあるじゃないですか。ここにね、ここにね、AF をこうボタンでこうカーソルでこう動かすボタンがここら辺にあるんですけど、 OM1 にはそれがないので、それでこうなんていうの、ピントをこうピント合わせる位置を出せるっていうのは十分嬉しい機能だなと思いました。あとはですね、とにかく画質が綺麗になったっていう、本当にそこにつきます。EM1 マーク2だと常用感度は正直 ISO2500 まで、3600は正直僕は使えないなっていうのが感想だったんですが、OM1 は全然使えます。6400まで使えます。正直晴れてる時だったら1万とか言っても大丈夫なんじゃないかな。うん、それぐらい使えますね。うん、でちゃんとピントも合ってるしみたいな、すごい嬉しさがありますね。あ、そんな、そう、それとあとはその画質云々もそうなんですけど、そのなんて快調が良くなったんですよ。その例えばめちゃくちゃ晴れてる日ってかえってめちゃくちゃこうコントラストが強くなりすぎてしまって、あまりローの状態だと綺麗じゃないんですね。だけど OM1 だとそれがあんまりない、あんまりないっていうかそれがないんですよね。うん、ちゃんとね、明るいところから暗いところまでの灯音がね、綺麗に、表示されるんですよ、ファインダーの中に。で、ファインダーでこう撮ったものがそのまま出てくるんですよ。だから JPEG でも結構綺麗に撮れるんじゃないかなっていうのが感想ですね。僕は RAW でずっと撮ってましたけど、JPEG でも十分綺麗に撮れるんじゃないかなっていうのがすごい驚いたところでした。まあ、まとめるとですね、AF 被写体認識の切り替えが欲しいっていうのが悪いところで、いいところが、まあ、AF の性能が速くなった。2つ目は画質がとにかく綺麗になった、常用感度が上がった。で3つ目は、そうですね、そもそもの快調が良くなったっていうのが僕の中のいいところですね。OM1 を使ってみた感想でした。まあ、皆様の、参考になるかはちょっと、まあ、参考になったら嬉しいですね。しばらくしたら僕も OM1 実際に購入して、その OM1 の例えばこういう
設定がおすすめだよとか、そういうのもちょっと出していけたらなと思っています。今回はご清聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。したっけ、よろしく。はい、どうもこんにちは、自然写真家の高橋亮です。北海道の網走に来ています。オホーツク海沿岸に生息するカラフトキリギリスがいるということで、8月の上旬に、わざわざ来ました。このキリギリスのためだけにね、